1904から1905年頃のプエルトリコイサベラのグアハタカトンネル建設グアハタカトンネルはかつてプエルトリコ自治連邦区にあった鉄道トンネルである。トートンネルはプエルトリコのイサベラとケブラディージャスの町を結んでいた鉄道トンネルである。トートンネルは20世紀前半において島を結んでいた国有鉄道システムの遺物の中で 最も意義のある仕事の一つである。2000年に、プエルトリコ政府が、トートンネルを歴史的な記念碑として宣言している。島の西側に向かって、北側の路線を延伸していた1904年頃に、アメリカンレールロードカンパニーを呼ぶプエルトリコが、トートンネルの建設を開始した。東ト,トンネルは、ケブラディージャスの町と、グアハタカ川峡谷,谷にあるイサベラを結んだ。建設は、 峡谷の両側で2本のトンネルを掘削することで完成した。これらは川もより40メートルの高さで延長を250フィートの構成の高架橋によってつながっていた。ートンネルは一般公開されている。ートンネルは白い砂、荒れた波及び危険な乱流水域で知られているグアハタカビーチに通じている。ありがとうございます。